こんにちは、マナブです。お久しぶりです。また YouTube を再開していこうと思います。で、何をするか、ここのタイトルにある通りなんですけど、ビジネス版のリアリティショー、これを始めていこうと思います。で、サブタイトルが、陰キャ向けの企業チャンネルですね。で、ここについてちょっと2分だけ話していこうと思います。で、まず、ビジネス版のリアリティショー、これ何かっていうと、僕自身の、リアルタイムの挑戦とか売り上げとか裏側の意図ですね、どういう戦略があるかみたいな、これをこれから全て発信していこうと思います。YouTube を通して毎週発信していきます。で、その発信をしながら、リアルタイムを発信して同時にビジネス点を作っていきます。で、なんでこういう動きをするかっていうと、僕の人生が変わった理由って2つしかないと思ってるんですね。で、まず1つっていうのが継続です。もうとにかくコツコツ継続をしていく。で、それによって、信頼っていうのを溜まっていくし、スキルっていうのを溜まっていきます。だから僕自身は自分は全然頭も良くないし、その能力もめちゃくちゃ高いとは一切思ってないんですね。でもなんでこうやって YouTube のチャンネル登録が伸びたりとか、Twitter が伸びたりとか、ブログ伸びたりしたかっていうと、もうとにかくそこに継続をしました。っていうのがまず1つ。で、もう一つっていうのが環境なんですね。だ、人生変えるには継続と環境、この2つが重要で、で、この環境っていうもの自体を頑張って行動しながら作り上げていく、これがすごい重要だと思っていて、じゃあどうやって環境を作るかっていうと、僕にとってはこのビジネス版のリアリティショー、これ自身が僕の環境なんですね。このリアリティショー、これから毎週やっていきます。で、毎週やっていくと、これからこれをやっていきます。で、こういう結果が出ました。で、すべて皆さんに共有していきますよね。で、この共有をする際に皆さんそれ見て勉強になると思うんですけど、同時に僕自身がその環境に入るじゃないですか。ってことは僕はそこでサボれなくなるんですね。そんな感じでこれ見てる皆さんにも本当にリアルタイムのすべての話を伝えていくので、これからビジネス頑張りたい人は僕のリアリティショーとか見ながらぜひ行動してほしいんですね。で、プラスアルファで僕自身もこのリアリティショーを頑張りながら自分でめちゃくちゃ行動していきます。だからそんな感じで僕としてもいい環境を作れるし、これ見てくださる皆さんにとってもいい環境を作れる、そんな感じで今までの僕っていうのはずっと波乗りっていうのをしてきたんですね。 YouTuber がバズるみたいな、じゃあ YouTube 頑張るとか、ブログとか副業がこれから伸びそうみたいな、そこの発信をして伸ばすみたいな、で、波乗りっていう人生をしてきたんですけど、今後はこういったビジネス版のリアリティショーとか YouTube を通して、ある程度その視聴者さんとかとつながりながら、その波を作っていきたいんですね。で、どんな波を作りたいかっていうと、これから僕は頑張りたいビジネス2つあるんで、それはちょっと後ほど話すんですけど、そんな感じで考えていますと。で、続いてスライド進めると、じゃあ、挑戦して失敗したら分析してまた再挑戦って書いてあるんですけど、これ自身が僕のビジネスの、普段やってることというか、もうこれしかやってないんですね。で、今年も正直いろいろ挑戦しました。で、いろんな失敗もしていて、損失とかも出たりしてるんですね。でも、こういうのって多分なんていうんですかね、皆さんあんま知らないというか、なんか例えば、マナブさんとかってもお金とかもあるし全部余裕なんでしょうみたいな思われるかもしれないんですけど、裏側ではめちゃくちゃ悩んでるし失敗してるし、でもすごい行動とか挑戦もずっとしてきたんですね。だからそれをお伝えしようかなと。で、プラスアルファでこのノンタイトルってチャンネルあるじゃないですか。で、これ朝倉未来さんとかヒカルさんとかがやっているビジネス系のなんか企業チャンネルみたいな感じですかね。で、これノンタイトルをちょっと見て思ったことがあるんですけど、結論として、こんなに華やかじゃないなみたいな、企業っていろんなパターンがあって、で、ノンタイトルっていうこのヒカルさんとかやってる企業っていうのはなんか華やかバージョンなんですよ。でも、その一方で僕が普段やってる企業のスタイル、ビジネスのスタイル、何かっていうと、もう完全に陰キャ企業なんですね。で、陰キャ企業どんな感じかっていうと、陰キャラなんで、もうミーティング基本ありません。もうカレンダーほとんど空っぽですね。で、通勤とかもありません。あと、チームでなんかこう話し合ってディスカッションするとかないですね。基本的に対面とか別にそんなやらないんで。で、普段何するかっていうと、もう作業すると。で、プラスで孤独に改善をしていくんですね。例えば今日はこれをやろうと。で、今日これをやって、例えばブログを公開してみた。で、アクセスこうだったみたいな。あ、そっかみたいな。じゃあ次はこういうチャレンジをしてみようかなみたいな。僕はひたすらもう多分10年以上ずっとこれだけを繰り返してきました。で、こういったものっていうのが、正直なところ、僕自身はビジネスの本質だと思っていて、だからこれをこの僕がこれから再開する YouTube で皆さんに伝えようと思います。伝えるというか、僕の本当に普段やってることっていうのを話しながら、で、それを見て、あ、こういう感じなんだみたいな。マナブさんもこんなに失敗してるし、こんなに損失とかも出ちゃったりもするし、で、なんか商品を出しても全然売れないこととか全然あるんですよ。直近で言うと2つぐらい商品出したんですけど、正直2つも滑ってるんですね。で、そういった数字も全てお見せしようと思います。なので、僕の毎日って本当に地味なんですね。
で、これっていうのは他の経営者も基本的に同じなので、だから、陰キャ企業チャンネルっていう感じで、もう本当にリアルな部分っていうのをお伝えしながら、僕自身もこれからもう一回走り出そうと思います。はい、というわけで以上で2分っていう感じで、多分2分ちょっと過ぎちゃったんですけど、ありがとうございますっていう感じで、もうここまでで、とりあえず、これからやる番組の話ですね。で、その上で、なんか僕のチャンネル、この陰キャ企業みたいな興味あるなって方は、ちょっと次のスライド以降で、じゃあこれから僕はどういう挑戦をしていくのか、で、どういうふうなマーケティングの分析とかをしているのか、ここを話していこうと思います。これリアルタイムで考えてこれからやることなので、正解とかじゃないんですね。でもビジネスって別に正解とかがないので、やっていきながら考えるしかないんですよ。で、そのあたりっていうのを全て、話していこうと思います。で、その上でですね、これから挑戦する内容と、あとマーケティング戦略について、で、僕はこれから、2つのことをやろうと思っています。てか今すでに動いてるんですけど、で、まず1つ目っていうのが BGL ですね。これバナナゲームラボっていうゲーム開発コミュニティを以前に立ち上げました。で、ここで、ゲーム開発スクールの立ち上げっていうのを今進めてるんですね。で、これがまず1つ、これから挑戦する内容。それで、2つ目っていうのが、外貨獲得サロンですね。ここもすごい頑張っていこうと思っていて、日本で今円の価格が下がっちゃったりとか、円の価値が下がったりとか、日本自体もうどんどん元気なくなっちゃっていってるじゃないですか。で、そうなってくると、やっぱり僕自身も今ずっとタイに住んでいて、もう10年間ぐらいずっと海外を転々したりとか、タイに住んだりドバイに住んだり、もう基本フィリピンとかですね、もう基本海外にずっと住んできました。で、その視点からすごい考えた時に、これからの日本人っていうのはドルを獲得していく、外貨を獲得していく、これがめちゃくちゃ重要だと思うんですね。で、それをやっていかないと日本ってどんどん貧しくなっていって、売り上げとかもこう出しづらくなっちゃうんですよ。だから外に目を向けると。だから僕自身もタイとかでいろんな事業を作っていこうと思ってるんですけど、そういったものっていうのもこのチャンネルを通して発信していきます。で、それだけじゃなくて、外貨獲得する方法ですね。そこのメディアっていうのを今立ち上げようと思っていて、これが僕のまず二軸ですね。ゲーム開発スクールと外貨獲得のメディアですね。この二軸、めちゃくちゃシンプルじゃないですか。ここを今動いていますと。で、この赤文字の部分なんですけど、ゲームも海外生活も僕の人生、これがカルマですっていう感じで、これどういうことかっていうと、このゲーム開発と外貨獲得って皆さん多分そんなにワードとして聞かないというか、僕自身はこのワードっていうのはこれから1年後2年後めちゃくちゃバズっていくと思うので、僕自身は波乗りの人みたいな感じなので、波がもう確実に来るって思ってるんですよ。で、来ると思います。で、来るんですけど、まだちょっと来てないんですね。で、まだ来てないので、昔の僕だったら、波来るまで他のことやってお金稼いでればいいやっていう、そういうスタイルだったんですね。でも最近はちょっと人生の舵取りっていうのを変えまして、僕自身もともとゲームも大好きですし、海外生活もすごい長くて、海外も好きなんですね。で、日本人はもう本当に絶対海外に出た方がいいって、もうこれ心の底からもう本当にずっと思ってたんですよ。で、僕自身がじゃあなんでこのゲーム開発スクール、外貨獲得メディア、この2つをやるかっていうと、もう人生のカルマというか、もう自分がこれ本当にやるべきだなってすごい心から確信しているので、ここを頑張りたい。でも頑張りたいけど、現状まだ波が来ていないので、だから波を待ちながら、こういったビジネスリアリティショーみたいなのをやりつつ、皆さんにお伝えしていく。それをやろうと思っていて、それで、この一番最後の、正直なところ、ブログ発信は好きじゃなかった件っていう、ここに関してなんですけど、僕自身もともとブログの稼ぎ方、プログラミングで稼ぐ方法みたいな、そういった、スキルを身につけて稼ぐっていう場所を発信してきたんですけど、本来、一番好きな場所はどこかって言われたら、ここじゃなかったんですね。もともとはウェブサービスを作るとか、もしくはゲームっていうのはすごい好きでしたし、あと海外生活とか、留学とか、そういうのすごい好きだったんですね。だからどっちかっていうと、僕はそっち側が好きだったんですけど、でもマーケティングとか、その市場環境的にここじゃ勝てないなと思ったので、別のことをずっとしてきました。ただ最近は、資産とかもある程度作れて、ある程度その生活の余裕とかもできたので、本当に自分がこれから5年10年かけてやっていけること、そこをやっていこうって思ったんですね。基本はとりあえず5年で見てますね。で、5年で見た際に何をすべきか、僕のその、話また戻るんですけど、カルマっていうところを考えると、ゲームとあと海外生活、ゲームかける海外ですね、ここっていうのをしっかり取り組んでいきたいと思っています。で、もう少しじゃあ深掘りすると、じゃあ BGL ゲーム開発スクールですね。で、これは、どんな感じかっていうと、まずゲーム開発のコミュニティっていうのを今運営しています。で、ここプロゲーマーの方とかも所属してくださっていて、あと今 BGL の、プロ
プロゲーマーのチームとかもできています。あとなんか T シャツとかも最近できてるんですけど、でそれでなんでこれをやってるかっていうと、ゲーム開発技術ってイコール何かっていうと、これ 3D の開発技術なんですね。で今ってインターネットって全部 2D じゃないですか。でもこれからの時代ってインターネット全て 3D 化していくんですね。で 3D 化していくってなった時に 3D 関連の技術って確実に大きな波になるんですよ。でこれって多分皆さんもすごいイメージしやすいというか、インターネット今当たり前で 2D だけど、今動画の時代になって、でそれでこの先全部 3D になった方が、何て言うんですか、体験とかも分かりやすかったりとか、もちろんなんか新聞とかそういうなんか文字を読むみたいな、そういう時は 2D の方がいいかもしれないですけど、何か体験する時って 3D の方がそのいろいろ楽しかったりもするじゃないですか。そんな感じで 3D の技術すごい伸びていくと思うんですね。で 3D の中のゲーム開発って場所に僕は着目をして、ここでポジションを取ってるみたいな。ただ現状は波も小さいし、まだまだ市場としてはちょっと稼ぎづらいんですね。でこのあたりっていうのはそのリアリティショーを続けながら話していこうと思うんですけど、ただここっていうのを僕自身は挑戦を後押ししていく、それをやっていこうと思います。でこの一番最後の、じゃあなぜ稼ぎづらいのか、市場の分析方法を共有っていうところで、これも今後こんな感じでビジネスリアリティショーをやっていこうと思うんですけど、こういう話をしていくと、まだ波は小さいし稼ぎづらいみたいなって話をした時に、なんで稼ぎづらいんですか、まだ波来てないんですねみたいな、じゃあ学さんはそれどういうふうに判断してるんですかっていう、そういうふうに悩む方もいると思うので、こんな感じで学習コーナーって感じでちょっと2つぐらい話そうと思うんですけど、じゃあまず学習コーナーで稼げる市場の分析方法ですね。どうやったらこのマーケット稼げるなっていう分析をするかっていうと、ポイント3つあります。で1つ目っていうのがトップ層の収入で、2つ目っていうのがインフルエンサーの発信で、3つ目っていうのが特集番組とか CM ですね。でこれの3つを見ておくと、結構稼げる市場っていうのを見つけ出すことができるんですね。でゲーム開発に関しては現状トップ層の収入が少しバズったっていう、ゲーム開発僕がその UEFN っていう技術に着目をしていて、でそこで、フォートナイト上に今ゲームいっぱい作れるんですね。フォートナイトってすごい有名なゲームじゃないですか。であそこの上にゲームっていうのをいっぱい出していった結果、海外の人っていうのがめちゃくちゃバズって、で個人ほぼ個人で小さいチームで作ってるんですけど、そこの人たちがすごいシンプルななんかジャンプしていくゲームをリリースしたんですね。そしたらそれ毎月なんか数億円稼いでるみたいな、そういう例が出てきたんですよ。だから盛り上がる市場、稼げる市場になる際に、なんかこんな感じのポイント 1,2,3 みたいなこうステップを踏んでいくんですよ。でゲーム開発に関しては現状トップ層の収入がバズったここまでなんですね。でまだインフルエンサーの方とかでゲーム開発これから熱いですみたいな言ってる人あんまりいないじゃないですか。でもこれからこれがどんどん増えていくと思います。で増えていくと最後どうなるかっていうと、テレビとか CM も出てくるんですね。でこれをちょっと別の例で話そうと思うんですけど、まさに YouTube ですね。で YouTube はもう日本では明らかにバズったし、でも YouTube って昔はなんかあれってインターネット上のなんかその初心者がなんか動画上げてるだけでしょみたいな、全然しょぼいじゃんみたいな言われてたけど、コロナ起きたあたりから全然 YouTuber に対するなんか考え方日本全体で変わったじゃないですか。でどういう流れがあったかっていうと、まず、トップ層の収入っていうのがバズったんですね。ヒカキンとかめちゃくちゃ稼いでるみたいな、 YouTuber のヒカルさんとか収入やばいみたいな、そういうのが広がっていくじゃないですか。でそうなっていくと途中で、インフルエンサーがそういうの発信し始めるんですね。 YouTuber やばいですとか、でこれからなんかその YouTuber 参入してこういうふうにやると稼げますよみたいな、まさにその僕とかやっていたのはこの辺りだったんですけど、ビジネス系 YouTuber 熱いですみたいな、でビジネスの講義を発信することで稼ぎますみたいな、実際それで YouTube 上にそのビジネス系のコンテンツめちゃくちゃ増えたし、それで稼いだ人増えたじゃないですか。でその上で最後何が起きたかっていうと、好きなことで生きていくみたいな、そういうテレビ CM とか出てきたじゃないですか。そうすると完全にマスに広がるんですね。だからトップ層がバズって、その後インフルエンサーとか反応し始めて、最後テレビとかでマスにバーンって広がる、こういう感じで市場ってのはこう成長していきます。で成長していく際に、じゃあ皆さんはどのタイミングで参入すればいいかっていうと、基本的にはインフルエンサーが発信する時とか、それぐらいかそれの前後ぐらいがいいんですね。なんでかっていうと、テレビとかで特集されてるともういろんな人が参入しきってるんで、そこで勝っていくのすごい大変なんですよ。そんな感じですね。でそういった上で、近日中にゲーム開発のロードマップっていうのを YouTube 上で公開しようと思います。なのでゲーム開発の領域に関しては、現状トップ層の収入がある程度バズり始めていて、でインフルエンサーの発信まだまだないんですけど、僕自身この業界も激安だと思ってるんで、自分自身でこうやって活動して盛り上げていこうと思います。だからロードマップとかも全て無料で公開します。はい、って感じで以上が、ゲーム開発の話 で続いて外郭獲得サロンですね、2つ目の話をしようと思います。でまず
ず1つ目、驚くほどの円の低下、日本が貧しくなっているっていうところで、まあ、これを日本に住んでるとあんま感じないかもしれないんですけど、僕とかずっと海外に住んでるんで、もうめちゃくちゃ日本正直貧しくなりました。円の価値がどんどん下がりまくって、で僕が住んでるタイとかだと物価すごい顕著で上がってるんですね。そうすると円の価値が下がりながらタイの物価が上がると、もう日本人からするとタイが今めちゃくちゃ高くなっちゃったんですよ。でタイだけじゃなくてフィリピンとかもそうで、先日にフィリピン行った時にラーメン食べたんですね。セブ島でラーメン食べました。そしたら日本より高かったです。でもそこでフィリピン人普通にラーメン食べたりしてるんですね。でなんでこうなってるかっていうと、東南アジアの人どんどん所得上がってるんですよ。で日本は上がってないじゃないですか。しかも円の価値下がってるじゃないですか。まあ、だからどんどんその所得の差っていうのがこう縮まっていっていて、でそれで東南アジアとかでも所得高い層っていうのは日本人より結構お金持ってる人いっぱいいるんですよ。まあ、そういう状態になっていますと。でそれだけじゃなくて、日本人だけじゃなく日本法人も劇的に貧しくなったんですね。でこの日本人全員が危機感を持つべき時代っていうふうに書いてあるんですけど、これ なぜだと思いますか？皆さんちょっと考えてみてほしいんですね。日本人だけじゃなくて日本の法人とかも全部貧しくなりました。でどういうことかっていうと、まず、日本人からの視点で考えると、以前っていうのは貯金1億円持っていた人っていうのはそれ100万ドルだったんですね。まあ、100万ドル自分あるわみたいな。でも今って貯金1億円持ってる人っていうのは68万ドルまで下がっちゃってるんですね。でこれが円の価値の低下ですよね。だから勝手にそのお金が減っちゃったんです。価値が減っちゃったんですよ。で普段これ YouTube 見てる方で貯金1億円ある人そんないないとは思うんですけど、日本の企業とかって1億円どころじゃなくて10億円100億円とか持ってる会社あるじゃないですか。でそこに関して考えると、もう資産の低下半端じゃなくないですか。まあ、そういうものがあって、であともう一つ外国人からの視点で考えてみると、以前っていうのは100万ドル自分持ってるぜってなったらそれ1億円分だったんですね。100万ドル持ってる外国人っていうのは日本で1億円分豪遊できるみたいな。でも今どうなったかっていうと、自分100万ドル持ってますっていう外国人が日本に来ると約 1.5 億円分ぐらいの豪遊ができるんですね。もう 1.5 倍ぐらいになったじゃないですか。でそんな感じでもう価値が本当に日本円の価値が下がってしまった。でそうなってくると日本ってこれからしんどいんですね。で僕自身は海外にずっと住んでるんで、もうそれがひしひしと伝わるし、実際に通貨がどんどん下がっていっちゃって、もう国自体ももう崩壊している国とかも全然あるんですね。ラオスとか例えばそうなんですけど。でそんな感じで、続いて話を進めていくと、じゃあ円安で得をする人はいるのかっていうところで、まあ、こういう、なんていうんですか、日本の円が下がってますみたいな話をすると、いや、円安で得する人もいますよっていう、そういう反論も結構来るんで、一応そこも回答しておくと、まず、円安で得する人一つ目、円安で儲かる業種で働いている人ですね。輸出とか、輸出業とか、観光業とか、ここはいいと思います。で、二つ目っていうのが、外貨で給料を受け取っている人ですね。まあ、ドルで給料稼いでいる人とか、もしくはクリプトの人とかもいると思います。これは、円安で得しやすいんですね。で、プラスで、3つ目っていうのが海外資産を持っている人、まあ、海外の株式とか海外の不動産を持っている人っていうのは資産が増えたりもする。だからまあいいっちゃいいんですけど、でもこれ聞いてる皆さんでこれ当てはまる人いますか？多分ほとんどの人って、まあ、当てはまったとしてもその1ぐらい、まあ、自分輸出業で働いてますみたいな、自分観光業ですみたいな、まあ、それぐらいだと思うんですね。で外貨で給料を受け取ってる人なんてほとんどいないと思いますし、海外資産を持ってる人とかもあんまりいないと思うんですね。要するにどういうことかっていうと、国民、日本国民の視点で考えると、もうほとんど全員がめちゃくちゃ損してるんですよ。まあ、だから、まあ、このままではいけないっていうふうに僕は思っています。というわけで、なので外貨獲得セミナーっていうのを近いうちに実施しようと思います。でこれも、まあ、やろうと思えばすぐ明日でもできるんですけど、ちょっと準備してからやります。でこれ自体は僕のメルマガから案内しようと思います。で僕のメルマガが、まあ、ここにリンクあるので、まあ、興味ある方はこのスライドとかメルマガとか概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。で近日中に準備すると言いつつ、この動画っていうのは撮影が今8月16日に収録してるんですね。ただ、僕自身もともともうなんか1000日間休まずに毎日更新するみたいな、そういう生活ばっかしてきたんですけど、さすがに休まなすぎるとパフォーマンス落ちるなみたいな、僕自身、まあ、体そんな強くなかったり、まあ、年齢的な問題だったり、あとまあ実際作業やりすぎて休まなすぎてちょっとメンタルおかしくなった時もあったんですね。そういう経験からこれからちゃんと休むっていうのを取り入れていこうと思います。
います。で、休む時にそこでアイデアも出たりするんですね。まあ、だから8月下旬は僕は2週間ちゃんと夏休み取ります。もう本当独立して多分10年以上経ってるんですけど、多分2週間の休みとか取るの初めてですね。完全に多分今までマックスで本当にもう短期で 2,3 日休むみたいな、そういう生活しかしてこなかった人なんで、まあ一瞬なんかちょっと鬱っぽい時期があって、その時期はもうなんかシンプルに体が動かないんで休んでる時期があったんですけど、基本もう無限に走り続けてきました。でもそれじゃ良くないなみたいなっていうのを思ったので、ちょっと夏休み取ります。まあだからこのリアリティショー始めますとか言いつつも、まあちょっといきなり夏休みかぶっちゃったんで、まあそこは仕方ないんですけど、夏休み後からまたやっていきます。で、なんでこういう夏休みしますっていうのも発信するかっていうと、やっぱり日本人っていうのは働き方も変えていかないといけないなと思っていて、だから僕も変化しようと思います。で、どういうことかっていうと、僕自身やっぱ海外に10年ぐらい住むと、海外の人と一緒に働く経験とか、なんかそういうメールやり取りする経験とかがあるんですけど、海外に住んでるとだいたいメール送って、まあ5時、6時とか、夕方5時、6時にメール送るじゃないですか。もうほぼ 100% 返ってこないですね。で、日本人に対して例えば夜8時とかにメールしたら、なんかワンチャン返ってくるじゃないですか。ビジネスのメールとかチャットとかもなんかみんなすぐ既読になるみたいな。で、あれとかもちょっとさすがにやりすぎなんじゃないかなと思っていて、今って昔と違って、昔はコミュニケーションの時間って結構かかったじゃないですか。例えば手紙を書いて返ってくるのが時間かかるとか、メールを書いてもメールってすぐに返信来ないじゃないですか。でも今ってチャットだからみんなこう即レスできちゃいますよね。でも即レスできる状態で休まずに働き続けると、もう脳が無限に働いちゃって、もう頭絶対疲れちゃうんですよ。まあ、だから日本人はやっぱ働き方も変えていかないといけないなみたいな。で、その上で僕自身は海外に住んでいて、で、海外の働き方を見てきました。だからそれを僕自身も取り入れるし、それもビジネスのリアリティショーとして全て発信していこうと思います。で、ここに関する詳細は一応ここにブログを以前に書きました。努力と結果は比例しません。売上10億を目指すため夏休みを取りますっていう感じで、僕自身次もう一回このビジネスリアリティショーとかで走り出してもう一回10億を稼ごうと思ってます。まあ、もう一回というか、今までトータルで多分5億6億くらい稼いだんですけど、プラスでもう10億ぐらい、まあ、だからトータルでまあ15億ぐらいを作ろうと思っていて、で、まあ、なんでやるかっていうと、まあ、やっぱこういうのいろいろやった方が楽しいなってシンプルに思ったんですね。で、楽しいし、僕自身もビジネスを10年間とか本当にやってきて、文章とかに関してももう完全に1万時間2万じゃ 10万時間か1万時間か1万時間とか2万時間とかもう死ぬほど僕もビジネスとか文章とかめちゃくちゃやってきたんですよ。で、そのあたりでノウハウとかも正直、文章力とかに関しては、あと発信ですねに関してはノウハウめちゃくちゃあるので、リアリティショーとか通しながらそれを皆さんに伝えていく。で、僕のノウハウとかこういうなんか継続のスタンスとか環境の作り方とか、まあ、それを受け取った皆さんがちょっとでも人生良くなったらいいなって、もう正直心から本当にそれを思ってるんですね。そのためだけに正直やってるってのはあるんですけど、やっぱり僕自身一時期お金稼がなくていいやって思ってた時期もあったんですけど、やっぱ稼がないとそれはそれちょっと不健全というか、なんていうんですかね、やっぱ自分がある程度稼ぐことによってより周りに還元できるとかっていうのはあるので、お金別に使い道ないしぶっちゃけもいらないんですけど、やっていこうと思っています。はい、というわけで資料的にはもうほぼ最後なんですけど、ちょっと最後に1個お願いがあるんですね。で、それ何かっていうと、まず一つに、海外で働いてる日本人の方ですね、あともしくは日本で外国人向けに働いてる方、海外でまあドルとかなんかユーロとかを稼いでる日本人の方、もしくは日本で外国人とこう一緒に働いたりしている方、外国人向けにビジネスを作っている方って多分いると思うんですね。で、そういった方によかったらちょっと僕に連絡をしてほしいなと思っていて、例えば海外で働いている人だったら、例えば自分はドイツで働いてますと。で、ドイツで働いていて、自分は寿司屋でやっていますと。で、ドイツの寿司屋ってこんな感じで収入これぐらいで、で、ここに日本人来たら働けますよみたいな。まあそういう連絡とか、そういう情報とかっていうのを僕の方でできれば集めていきたいんですね。で、集めて何をするかっていうと、これを外貨獲得サロンっていうのを僕は今立ち上げて運営して、もう外貨獲得の今、情報とか、なんか外貨獲得のその、案件の取り方、海外案件の取り方みたいな、それをめちゃくちゃみんなで今リサーチしまくってるんですね。で、それをメディアとして発信したいので、海外で働いてる日本人の方で僕の動画見せたら、もう よかったらちょっとここにリンクあるんで、僕にメールしてほしいです。で、プラスで日本で外国人向けに商売している方ですね、まあ、そういった情報もちょっと集めたいので、もしよかったらメールしてほしくて、ちょっとしたメールでいいです。そこから僕の方で返信しながらちょっと
やり取りしながら、なんていうんですか、情報を固めていくというか。で、なんでこういうことが必要かっていうと、まあ、今ってこれから日本人が海外出るじゃないですか。で、その際に、例えばインド人とかってすごい分かりやすいんですけど、あと中国人とかもそうなんですけど、いろんな国に行くと、まあ、必ずチャイナタウンっていう場所があったりとか、あとなんかインド人街みたいな、あったりするんですね。で、なんでそういうふうになるかっていうと、やっぱ中国人とかインド人って、海外に出た時にめちゃくちゃ団結して、同じ国だからお互い助け合うんですよ。だからより強いみたいな。で、インドも中国もめちゃくちゃ伸びてるじゃないですか。じゃあ日本人はそれやってるかっていうと、どっちかっていうと日本人って助けないんですね。なんていうんですか、あえて情報を隠すとか、なんかその本当は美味しいレストランあるけど、なんか来てほしくないから教えないみたいな。日本人って実はそういうのがあったりして、で、それで今まではその日本がまあ結構お金持ちの国だったんで、そういうスタンスでも全然いけたと思うんですけど、まあ、ただ今皆さん日本とかに住んだりとか、日本の状況っていうのを客観的に見た時に分かると思うんですけど、もう日本どんどん衰退してってるじゃないですか。で、衰退してってんだったら海外に出ていかなくちゃいけなくて、で、海外に出た時に日本人の団結ってすごい重要だと思うんですね。で、この団結をするためにも外貨サロンとかにこの情報を集めて発信をしたいと思っていて、で、そこにちょっと協力していただける方がいたら、ちょっと YouTube からなんかこんな感じで連絡してるんですけど、ちょっと僕にメッセージいただけたらすごい嬉しいですっていうのが一つと、あと一番これ最後のスライドなんですけど、これから挑戦してみたい方へですね、まあ、僕がこれからビジネスのリアリティショーとかを始めて、僕自身もめちゃくちゃ頑張っていこうと思います。で、この動画をここまで見てくださった方っていうのは、一応ここでじゃあ自分を動き出すって言ったら一旦環境を作れるじゃないですか。まあ、だからそこでぜひ自分もやるぞって方はちょっと一緒にやりませんかっていう話で、で、どういうことかっていうと、まあ、結局どうせ挑戦しても失敗するんですよ。で、僕も直近で本当に何回も失敗してるんですね。で、それも次の放送で全部話そうと思います。で、挑戦して失敗するんですけど、でもやっぱりやった方が気持ち的にもなんか気持ちよくなったりするし、やっぱスキルも伸びるから、その先の人生の選択肢伸びたりとか、あと挑戦の過程ですごいいい仲間が見つかったりとか。で、最近僕友達結構周りに増えてすごい幸せな生活を送ってるんですけど、なんで友達増えたかっていうと、やっぱいろいろ挑戦したりとか、あと自分でオフ会の企画を開いてみたりとか、まあ、そういう場所でつながったりしてるんですね。だ、これ聞いてる皆さんもなんか普段なんかあんま面白くないなとか、でも自分今からやってももう厳しそうだなみたいな、そう思うんじゃなくて、ちょっともう一回やってみませんかと、本気でって感じですね。で、プラスで、僕自身は、まあ、これちょっと自分で最近気づいたんですけど、資産が増えてからマインドが完全にオワコン化していたなと思っていて、で、これどういうことかっていうと、結論から言うと完全に守りに入っちゃってたんですね。資産が数億ってなると、正直もう何もしないでも大体もう生きていけるんですよ。だから僕の当時の一番終わってた時代の生活っていうのが、なんかちょっと頑張ろうかなと思いつつも、まあでもまあ貯金も全然あるしな、みたいな、お金もまあ結構増えていってるしな、みたいな。まあそんな感じで、自分の価値っていうのがこの貯金額みたいな、まあそんな感じの思考に一時期なっちゃってたんですね。でもこれからはもう完全にそれやめて、もう一回再始動しようと思います。で、それで僕は10億を目指せます。で、10億を目指す際に、これ聞いてる皆さんに一緒に10億目指しましょうとは言わないです。これ聞いてる皆さんは1回月10万とかで本当にいいと思います。で、月10万自分で稼いだら 100% 人生変わります。変わるっていうか自分のマインドとかめちゃくちゃ変わります。もう自信とかめちゃくちゃつくので。だからそういうのを僕自身が発信してるの全部包み隠さず話していくと、皆さんもそこから勉強できるので、やりましょうと話ですね。で、意識より、一番最後の場所で、意識より行動力、恥をかきつつ時価総額を上げますって話なんですけど、高い意識は高い人みたいな、まあそれもいいんですけど、意識高めるよりも行動力高めましょうと。そっちの方が絶対うまくいくと思います。だから僕も、まあ意識ある程度高い人だと思うんですけど、行動力もより上げます。ちょっと今まで、遅くやっちゃってたなっていう時期も結構あったんで、これからこの YouTube 再開したっていうのもあるので、もう全力でもう一回やろうと思います。で、プラスこの恥をかきつつっていうので、やっぱ挑戦の過程で恥ずかしかったりとか、まあ僕もこの YouTube 再開するときに正直思ったのが、いや伸びなかったらどうしようかなとか、実際なんかもう一回やりますとか言って、なんか再生数ほぼ出ないみたいな。で、コメント欄になんかオワコンだみたいな、書かれるみたいな。で、そういうのを思うと僕自身もちょっと一瞬どうしようかなとか思ったんですけど、もう気にしないです。もう恥かきます、もう一回。恥かいて、もう戦えてもいいやみたいな。で、そこで時価総額上げようと思うんですね。で、この時価総額って何かっていうと、ちょっと最後にこの、最近読んだホリエモンの本をちょっと引用して終わりにしようと思うんですけど、
ちょっと読み上げますね。昨日にホリエモンの本を読んでいました。そこに書いてあったこと、それが、貯金型人材と投資型人材ですね。で、貯金型人材っていうのは自分の貯金額を気にして貯金が人生の安心だと思ってるんですね。で、投資型の人材っていうのは自分の時価総額っていうのを気にして自分の価値の最大化に向けて動くんですね。で、僕自身は自分のその貯金が人生の安心って思っちゃってる時期結構あったんですよ。最近も入れ替えました。もう自分の時価総額、今自分の価値はどれぐらいかっていう。で、僕の時価総額が一番高かった時期って毎日継続して YouTube とかやってた時代だと思うんですね。ただ現状はその YouTube やめたりとか発信もちょっとあんまやってなかった時期もあるので、僕自身の時価総額めちゃくちゃ下がったと思います。で、下がったんですけど、ある意味で別にもう失うものとかそんなないですし、なんかもう一回本当にやっていこうと思っています。まあ、だから恥かきつつ時価総額を上げますっていうところで、もう資産額とか気にせずにもう今自分の価値を高める。まあ、そのためには僕はやっぱりもっと発信しないとダメだなって思ったんですね。まあ、だからこの YouTube を再開しましたと。まあ、そんな感じです。はい、というわけで、一番最後以上ですね。毎週これから火曜日に放送していきます。で、毎週火曜に放送すると言いつつも、僕はちょっとこれから一旦夏休み入るので、9月の、まあ、第1週の火曜日かな、まあ、そこからまたやっていこうと思うので、まあ、もしよかったらですね、皆さんも、僕自身もこのビジネスのリアリティショーを通しながら、まあ、リアリティショーって言いつつも本当にただのリアルの話なので、そこをやって、もう誰よりも挑戦して失敗していこうと思います。で、僕にできることっていうのは、もう基本的に継続すること、あとは環境を作っていくこと、まあ、これだけしか正直ないと思うんですね。あんま強みとか頭もそんなに良くないので。まあ、だから継続に関しては、僕が継続していることを見せていけば、まあ、自分も頑張ろうって思う方が増えそうじゃないですか。で、環境に関してもリアリティショーとか、あと僕普段積み上げメルマガっていうのをやっていて、自分の作業内容とか皆さんにこう毎日送ったりしてるんですね。で、そういうので積み上げメルマガとかも自分で毎日作業したい人は参加して自分の作業内容を送れるみたいな、そんな感じのメルマガにしてるんですよ。で、そういうのを使うことによって自分で頑張る環境も作れるじゃないですか。だから僕もそういう環境を利用するし、これ見てる皆さんもその環境を利用できる。まあ、お互いビンビンだし、まあ、頑張っていきましょうみたいな。まあ、そんな感じで、今回 YouTube これで終わりにしようと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。